多分読めてないですね。いやいやいや、素晴らしいって、うん、素晴らしいですよ。それからそのやっぱりね、あのなかなか玉木はねできない人だと思いますよ。なかなかそこら辺の人が簡単にはできませんよ。なるからってよ、難しいのよ、ひと言って。あの個人的な問題を言うな、声がね、上ずっちゃうと、あんなね、抑えて、あんな地味に300、400やる人いないからね。すごいよ、もう地味にとか言わないの。音楽の先生から、お医者様から、マナウンサーから、映画監督とか、映画監督、兵隊、日本語、英語、何でもやるよ。ちょっとヘイボースヘイボースレンゲちゃんとね、頭くるわ、ヘイボー。そうか、そういう役か。まあいいですよ。じゃあで、どんな役がやりたい、やりたいですか。お、進行し始めた。いや、僕ね、ここまで言っててなんなんですけど、玉木がやりたい。おー、聞いてみたい部分があるんですか。なんですか、なんですか。いや、なんか見ててやっぱ面白そうじゃないですか。生き生きと彼がやってるから、だから彼がやってるからこそ余計に思うかもしれないですけど、と面白そうな役になるなと思って、だから自分も挑戦してみたくなるぐらい彼は攻めるんですよ。それは僕が好きなところですね。と思いますけど、どうですか。これ春日のパパがやりたい。これマジアピールでしょ。このまだ今のうちに言うだけで分かんない。あの人レギュラー関係ないの。もうフリーなの。フリーフリーフリーで、フリーでじゃあ違う作品はダメよ。当たり前だっつうの。ダメよ。はい、あ、じゃあハニー先輩じゃん。彩子は双子がいいです。あら、一人なのに。誰と双子やりたいの。俺とやるか。まえさん。なんだよ、振られたよ。振られた。微笑ましい。絡んできたのにさ。そうだね。双子でも双子楽しそうってこと。双子楽しそうです。へー、そっかね。そっかそっか。どうですか。私は、京也ですかね。へー。いや、え、なんか意外そうな感じ。意外、意外、すごい意外。え、なんか単に好みのタイプ。ああ、それがね。ああいうカリ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 した感じ。クールで、ちょっと腹黒くて、メガネ。腹黒いですか。腹黒いです。で、玉木はどうなんですか。俺は京也ですね。おぉ、かぶった。人気あるんだ。京也かっこいい。原作進んで読んでても、すごい、本当にかっこいいよ。原作人気ないらしいよ、京也。え、そうなんですか。あんま人気ないのよ。キャラランキングあるの。正直すごい俺意識してるから。そう、だからララの読者には強く言いたいよ。正直原作のランガイのあるからすごい気にしてるから俺。ぜひなんか今後ね、ファン投票あると思うんですよ。京也に一票を入れてもらえると、僕がこのアフレコスタジオに来る道は好きです。テンションが上がる。テンションが上がると。今ほんとだって双子とかバカ人気でしょ。まあ2人は当然だけどさ、双子バカ人気らしいよ。そうらしいぜ。どうもありがとうございます。でもハニー先輩もちろんでしょ。いやいやいや、ごめん。俺、どうなの、それ、ちょっと気になるな。でも森先輩、ちょっと気にしてましたよね、この間原作持ち歩いて。ああ、そうだ。ランキングの話してました。まあ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 、いや、それはね、気になるじゃないですか。気になりませんか。気になる。まあ、なりなるでしょ。じゃあ、どうなのよ、その、そ、何をやってみたいと。ああ、話戻して、そうですね、猫沢先輩。猫沢先輩はちょっと、一回やってみたい。そうだね。レンゲちゃん。あ。いいよね。いいですね。レンゲちゃんやりたいね、ああいうのね。でもな、やっぱり出ないなと思っちゃいますね。やっぱ音程としてレンゲちゃんのさ、こうなんかここら辺で上がるの止まるだろうと思うと、パン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 ってどん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 さ、信じられないあのね、感じとかすげえいいな。僕はですね、優しい人は絶対、いや、あのまあ先輩兼ねてますけどね、あれ玉木かかかかかハニーをちょっとやってみたいです。おまあ絶対ありえないんですけど、ありえないところでちょっとこういう飛び道具的なキャラか、それかやっぱアドリブにちょっと果敢にチャレンジしたいっていう。じゃあちょっとさ、仮にあのいや、やりませんよ。やりません。そう、タマちゃん今お休みマンってあったじゃん。ドライフォンだった。あったマジで。あ、ちょうどあった。タマちゃん今お休みね、ここです。なんか振ろうか、本人で振ろうか。もう一つあるぞ、もう一つあるぞ。ああ、ありがとうございます。ああ、いい名前。あの、お休みマンのやりますか、じゃあ。いや、部長が未だにカルチャーショックで寝込んでいるからね。ズカブ怖いよ。あのね、タマちゃん、いや、お前は何歌ったの今。絶対ない。ないですね。噛んだでしょ。お前はボロじゃない
ないということで、おまわってなんですもう2回目はないから。じゃあもうこうなったら恒例なんですけど、こういう作品ではね、もしかしたら原作にあるかもしれませんけど、頭ぶつけて入れ替わる話、ああそれやりましょう、これ基本ですよ、これやらないと。だから双子とハニーがガーンってやったら、俺とガーンってやったら性格だけ入れ替わるパターンですよ。そういう話を先生が書けばいいんですよ。お先生に話しかけたよ、もうすごい、ものすごい入れ替わってベラベラくっちゃべるとか、ね、いやいいね、いいそうだよ、だからもう あれ難しいよ意外と人素振りとか難しいって、さらに俺ら入れ替わってあれあんま変わってへん何が何か分かりにくい、そういうのやりたいですね。面白いですね、面白い、うん、やりましょう。じゃあ最後に読者へのメッセージを、うん、はい、はい、ちょっと重要だね、はい、うん、原作ね非常に面白いと思います。これねそれとはまた違った雰囲気も醸し出しつつ、原作の雰囲気をしっかり残しつつ、アニマになあ噛んじゃった、あアニマル、アニマね、アニマルになってます。ガオーガオーね、もうぜひ楽しんでいただきたい、ね、今後とも一つよろしくお願いします。お買い上げどうもありがとうございます。アニメはとってもね、出たなすいませんね、あの楽しいんで ね、あのどうした楽しいのが伝わればいいなと思います。よろしくお願いします。すごくもちろん原作も読んでアニメも見てあったかい気持ちになってもらえたらいいなと思います。はい、私たちも本当に毎週すごい楽しくねアフレコしていまして、あのアニメの方もどんどんパワーアップしているかと思います。もう回を追うごとに本当に楽しい感じになっておりますので、一緒に、楽しんでいただければいいかなと思います。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。ですね、本当にこの作品すごく天才が作ってまして、まあ原作の羽鳥先生はもちろんなんですが、それを応援していただいた皆さんがこうアニメ化になって、多分企画をした人、プロデューサー、監督、現場の人、みんな多分天才だと思うんですよ。一生懸命ですね、その最高の魅力をさらに出すように努力していきますんで、最後の最後まで応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。この DVD を見ている方はララの応募券を2枚集めてこう買っていただいたということで、うん、まずはありがとうございます。ありがとう、作品の方は本当に先ほど主役の坂本真綾さんがおっしゃいましたけど、みんな役者陣すごく楽しんでやっております。そういった楽しい現場の様子というか作品にも現れていると思いますし、テレビを通じてもすごく伝わっていい作品になってるんではないかと思ってます。これからどんどん森もいっぱい喋ると思いますんで、作品の方引き続きよろしくお願いします。あとララの方も引き続き買い続けていただいて、アニメ、漫画両方よろしくお願いします。このアニメは本当に面白いです。自分でも一回撮ったので内容分かってるのに深夜見て一人でウヒャウヒャ笑ってる変な絵ができてるんですけども、本当に楽しい作品です。原作がすごい楽しいので、その雰囲気をね壊さずに僕らがこれからアニメで盛り上げていきたいなと思っております。これからもオーラン高校ホストクラブをよろしくお願いします。ではでは、オーラン高校ホストクラブ、またのお越しをお待ちしております。